第51回全国社会人サッカー選手権大会は2015年10月16日から10月21日まで岩手県で開催された全国社会人サッカー選手権大会。本大会は第71回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねて実施された。本大会は以下の方式で行われる。はリーグ優勝により 地域決勝出場権獲得済みのチームは、地域リーグ優勝により、地域決勝出場権獲得済みのチームバンズ、市原 FCV 阪南大、クラブ FC ギフセカンド V レッツオーラ島レイシー、松江シティ FCV、アミティエスポーツクラブ京都アイゴッソコーチ、V 札大 GPJFC、宮崎 V バンディオンセカコガワビアティン、 三重部流通経済大学 FC テゲバジャーロ宮崎 V 東京 23FC ジャパンサッカーカレッジ v 八万体トーレゾールアルテリーボ若山 V コバルトーレオ長ガベルフェ高原ナス V 札幌州球団岩見沢 FC 北祝会 VFC カリアブリオベッカ浦安 V 九州三菱自動車サッカー部 FC コリア V 三菱自動車水島 FC レージェンドシガ FC v t s v 1 9 7 3四カシ FC、今治 V サウルコス福井ラインメールはも森、V 新日鉄住金大分サッカー部阪南大クラブ、V デッツオーラ島根 EC アミティエスポーツクラブ京都 V、アイゴスソコーチバンディオンセカコガワ V 流通経済、大学 FC 東京 23FCV ジャパン、サッカーカレッジアルテリーボ和歌山 V 札幌集球団、FC、 カリア V 九州三菱自動車サッカー部三菱自動車、水島 FCV レジェンド芝 FCFC、今治 V ラインメール、青森阪南大クラブ V、アミティエスポーツクラブ京都バンディオンセカコガワ V 東京 23FC アルテリーボ和歌山 VFC カリア、三菱自動車水島 FCV ラインメール、青森阪南大クラブ V バンディオンセカコガワ、アルテリーボ和歌山 V ラインメール、青森バンディオンセ、 過去川 V ラインメール、青森阪南大クラブ V アルテリーボ和歌山、準々決勝終了時点で勝ち残っていた4クラブのうち第39回地域決勝進出を決めていたクラブがアルテリーボ和歌山のみであったため、この段階で和歌山以外の3チームの地域決勝進出が決定した。ありがとうございます。